あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きから行ってみましょう。てかもう最近ね、ここで始めよって、あっこの吹き出しが気になって気になってしょうがないよね。早く直してあげたいんやけど、満月丸をとかね、うわーごほごほとか、もうめっちゃ死にかけとんやけど、満月丸っていうのがちょっといまいちわからんのよね。多分薬やと思うんやけど、でも薬やと思うんやけど、でも作れんやろ。ほら、ないんよ。毒消し草あるんやけど、ちょっとそろそろさ、新しい薬。あゆねよ、恐れていたことが起きてしまったの。おそらくここに攻めてきた魔物たちは、この地を支配するヘルコンドルの手先じゃろう。これでこの町や病室の場所が魔物たちに知られたの。今後は用心せねばならん。またそのパターンよね。しかし、噂に聞く旅の扉が開けたようではないか。開けたようではないかっていうか、旅の扉設置した時にわーって集まってきたけんね、みんな。これで、新しい知恵を赴き、新しいものを手に入れることができるであろう。そこでじゃあゆな。早速じゃが、お主に頼みがあるのじゃ。毒の病を克服した今、わしは次に、リムルダールに蔓延する深刻な病の一つ。麻痺の病に効く新しい薬を開発しようと思っておっての。お、これじゃない？違うかな。お主に麻痺の森の中にあるという病の感染源を探ってきてほしいのじゃ。頼むぞ、あゆなよ。青い扉の奥、麻痺の森の中を探し、麻痺の病の感染源を見つけてきてくれ。コンパスに目的地が表示された。え、どうだろう？これなんかな？いや、でもなんかみんなが言いよったのってさ、体が痒い？体の全身が痒いとか言ったけん、麻痺ではないんか。わからんけど、とりあえず旅立ちます。体が麻痺すると痒いとかいう感覚だってなくなるよね、多分。うわぁ、いきなり出てきたよー。芋虫。しかも超雨降ってきたし、もうびっしょびしょやん、私。まあでもね、傘を差して冒険に行くわけにもいかんし。てかどこだっけ？普通にヨーロッパの方？てか外国の人みんなそうなんかな？なんか海外では、他の国ではさ、こっちで方向合っとる。前行った方向に普通に行きようんやけど。合っとるね。海外ではなんか、傘って基本的に刺さんみたいなことを聞いたような気がするんやけど、なんかおるよ、なんかおるよ。え、待って、向こう、またぐるって回るってこと？ぐるっと回るって言ってもさ、どういうこと？てかあれ何？超人工的な建造物な感じがすごいするんだけど。え、あっ、ん？あっち？ってこ、ん？どこ？あっち側？え、でもあっち側ってさ、うおー、痺れた。危ねえ。読む。この先、麻痺の森、近づくべからず。この先ってどっち？左？いや、あっこで途切れてんだよね。あ、そう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 。あっこの釣り小屋？釣り小屋で、途切れてんだって。いや、見つかった。来ないで。途切れてるってことは、こっちの下に降りるってことでしょ？え、行けます？あ、待って、怖い。あ、そっか、足場ね。これ落ちたらダメだよね。ん？でも、岩があるな。ん？なんか地面見えてない？いける？お、いけるじゃん。普通に渡れるんだけど、バシャバシャ。もう雨がどうこうとか言ってる場合じゃないね。すっごい、びっしょびしょだわ。てか、いつの間にか超晴れてんだけど。晴れてはないのか。いや、空気は、うおー。空はよどんではいるけど、何これ？なんかラフレシア的なものがあるんだけど、何あの小屋。あ、これさっき向こうから見えとった塔みたいなやつ、一番上になんかあるけど、向かうのはあっち側なんだな。いや、ちょっと待って。なるほど。いや、待ってって、何あれ、ラフレシア的なものあるよ。あれも取れるんかな。あ、こんなとこに作業台。なるべくこの花を踏まないように行った方がいいのか。まあそりゃそうなんだろうけど。え、どこ？どれ？まだ先？向こう側にも塔みたいなのあった。なんだこの辺。これ取れるんかな？敵なんかな？敵じゃない。初めてラフレシアを手に入れた。何に使えるんやろう。香水的なものかな？違う？
ラフレッシャって臭いんやったっけ？ん？あの中。なんか穴開いとるクレーターみたいな。ん？なんかおるよ。お。いやー、痺れた。痺れた、痺れた。リリパッド、話せるってこと？あの大木槌的な感じ。くっ。なんとかキャタピラーの巣を壊してみんなを助けないと。あれ、キャタピラーの巣？このままじゃ、リリパッドは全滅だ。マジで？何事？なんだお前、邪魔をするな、そこをどけ。この先にあるキャタピラーの巣は私が破壊するのだ。体さえ動けば、キャタピラーなどに負けるものか。無理だよ、私が、うおー。壊してやろうじゃないか。ほいほい。あー、なんか現れたって、なんか現れたって。あー、待って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 、うおー。ちょっと待って待って待って。すげー現れたんだけど。いや、すげー現れたって。何こいつら、しかも上がってくるじゃん。上がってくんなし。え、一発一発イエーイ。調子に乗った。調子に乗った。え、あ、待って待って待って。何これ、何この状況。気持ち悪すぎるんだけど。やめろって。次から次から湧いてくんじゃん。あ、この巣の上もダメなわけ？君たち。このね、虫に群がられてる感じ。超気持ち悪いから、ちょっと。助けて助けて助けて。これを壊せばいいんだね。超しびれてるよ。何ですかこの地獄。いやー、うおー、なんて地獄だよ。よいしょ。おし、壊した。あっちにもある。待って、あっちにもある。1個じゃないんかい。いや、ちょ、待って待って待って。てか何、音楽全然変わんないんだけど、こういうもんなの。は、は。待って、ちょっと体力回復させてくださいまし。は。は。ほ。よし。よし。待って、後ろから来たー。ほ、ほ、ほ。よし、壊したー。え？壊し、あ、ここにも。ちょっと待って。出現する前に叩く。出現する前に叩く。お、もう、あ、待って、上から。おっしゃー、麻痺の元気を現れた。マジで。やっぱりボスはいるのね。弱、うわっと。何事？こいつも上登ってくるんかな。はい、普通に来たー。普通に来たよー、もう。うお、ほら、もう超普通に来るって。ちょっと待って、薬草、薬草。あ、でももうちっこい奴らは現れんくなった。待って、待ってって。なんであんたら登ってくんの？二段目なら攻撃通じない。やったーみたいなのがもう通じないじゃないか。ちょっちょっちょっちょ。いやー。体が、あ、待って。おー、よかった。体痺れても使えるんだね、薬草は。ふぅ。は。あ、でも、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと。おし。あ、気絶してる。おっしゃ、麻痺の元気を倒したー。倒したー。倒しただけでいいの？じゃあちょっと。ん？てかさっきのさ、あのリリパッドたちはどうなったの？大丈夫っすか？やっつけたよ。やっつけたっていうか、穴壊したよ。巣を。へい。己人間、邪魔をするなと言ったはずだぞ。私たちを出し抜いたつもりなんだろ。人間のくせに、お調子に乗りよって。お調子、かわいいね、言い方。私は人間などという顔色の悪い生物は大嫌いなんだ。リリパッドの全てが人間に好意を持っているなると思わんことだ。さあ、あっちへ行け。もう私に構わないでくれ。顔色が悪いのは自分たちだぞ。ほら、緑色の顔しちゃって。そっちからしたら何？こっちの肌の方が顔色悪いの？まあ、価値観は違うからね。人間？なぜリリパッドを助ける？とにかく礼を言うよ。ありがとな、人間。こっちはいい子だ。こっちはいい子だ。じゃあとりあえず拠点に帰ります。もうこれでクリアなんでしょ。よし、帰ってきた、帰ってきたー。で、元老は？あ、いたいたいた。何ゆっくり歩いてんの。こういう時こそダッシュで来いよ。へい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 。おお、アユナ、麻痺の病の感染源を見つけてくれたのじゃな。そうそう、なんかキャタピラー、キャタピラーのなんかでっかいやつだった。ん？なんと、麻痺の病の感染源がキャタピラーの巣であったと。ふん。
病の元があのキャタピラーであるということは。なんだなんだ、ここの構造がああなってこうなってそうなって気持ち悪いんだけど。何よ。病の構造がよくわかったぞ。これで麻痺の薬ができる。製法を教えよう。キャタピラーの巣だったっていうだけでわかるの、すげえな。なんじゃと？さっきのおかしな動きはなんだ、じゃと？そうそう。ああ、あれは、雰囲気出しじゃ。あゆな、余計な突っ込みを入れるでない。なんだと？命の木の実ゲット、クエストコンプリート。やったね。お、満月丸をひらめいた。あ、満月丸っていうのが、麻痺の薬？痺れを癒す真っ黒い丸薬。なるほどね。満月のリンゴをひらめいた。満月のような石があしらわれた指輪。麻痺を無効にする。おお、いいやん、いいやん。やったね。これで、まあ、とりあえず今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。はい、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。次々と病が治せるようになってく。なんかすごい気分いいよね。